い、それではですね、元陸将の、戦争分析ということで、11番12番参りましょうか。よろしくお願いします。はい、ウクライナ戦争ダム攻撃分析ということです。ロシアによる侵攻の結果、ダム決壊、攻撃停止要請、国連総長グテレス国連事務総長は6日ウクライナ南部のダム決壊を受け、記者団を前にただ一つはっきりしていることは、これもまたロシアのウクライナ侵攻による壊滅的結果だということだと非難する緊急声明を読み上げた。その上で民間人や民間インフラを狙った攻撃をやめるよう訴えた。グテレス氏は洪水により住民が大規模な避難を余儀なくされ、植えたばかりの作物も被害を受けたと指摘、人道的、経済的、生態学的な大惨事だと強調した。これに対しまして山下先生の6月6日のツイートです。ヘルソン州のノバ・カホフカダムが爆破された映像が報告されたという英語ツイートを引用されまして、ウクライナ、ロシア軍のどちらでしょうかということですが、これはまあ、両者が相手側だって言い合ってるのでこれ分かりませんよ、本当にね、分からないんですけども、ちょっとその前にこの写真映像を見ていただくと、左側 の決壊したところが見えてますよね。でこうブロックで残ってるでしょ、ブロックで。で、まあ、いろんな学者先生の中で、例えばロシア軍が潜ってキブダムのキブか真ん中あたりに爆薬を仕掛けて爆発したんじゃないのかっていう話が出てましたけど、ではないと。ダムってこう下の方が熱くなっていってるんですよね。だから そこに爆薬を仕掛けたって表面で爆発するだけなんで、外側から爆薬を仕掛けるときはドリルで穴を掘って、まあ、ダイナマイトなりのを差し込んで奥で破裂させないといけないわけですよ。でそういうの水中では非常に難しいと。でこれちょっと見て、この画像だとわからないですけども、テレビなんか出てると箱が壊れてるだけで開いてるんですよね、真ん中が。ダムの上部構造物っていうのは、まあ、下の方もですけど、パイプスペースがあったり機械が入ってたり、あるいは人間が入れる通路があったりして、その真ん中内部に爆発物を仕掛けて爆発させると、まあ、爆薬量が少なくて、こういう形がなると。で爆薬を仕掛けて破裂させる、爆発させて決壊させて何の目的があるかっていうと、ウクライナがやったとしたらですよ、クリミアの、まあ、一つの水源になってるわけですよ、ね。そこからこう水道を引いてると。だからそのクリミアに対する水源を断つかっていう話ですよね。ただしこれ自分の国ですよ。万が一湿地回復して自分のところに戻ってきたときに、重要な、なんか日本のダムの貯水量の30倍ぐらいある大きなダムらしいんですけども、それ自分で破壊するのかということは一つありますよね。で、ロシア軍がやるっていうのは考えられるんです。今ウクライナ軍が反攻しようとしているザポリージャ州ですか、あの州から南下して攻撃して、ロシア軍がこう防戦に移行すると、でヘルソン州とザポリージャ州2個州でロシア軍は15万2000人配置されてるって言うんですよ。でそのザポリージャ州で戦ってる時に後続でこう呼んできますよね、ヘルソンから。そしたらヘルソンからドニプル川を渡って下に降りてこられると、お尻を叩かれることになりますから、非常にロシアが怖いと。で、ウクライナ軍がとかの準備をしてるかもしれないと。例えば200メーターの橋とかを、そしたらあそこを氾濫させることによって川幅が広がっちゃうので、かけようとした施設が使えなくなってしまうんです、道具が。で引いてもあと川岸が軟弱化してますから、そういう意味で、それを専門用語では拒否行動っていうんですけども、その戦場一帯を拒否すると、まあ、そういう形でロシア軍が使う、それから完全に引いた場合も自分の国じゃないですからね、ウクライナの国だから別にいいんですよ、インフラ破壊しても。だからそう、どっちがやったかなっていうのを比較すると、まあ、ロシア側の方がちょっと、今もロシアが抑えてるわけですから、まあ、非常に匂いがするよねっていうことですよね。で、まとめますと、こんなことやったらいけないですよ。重要インフラをですね、やるっていうことは、まあ、切羽詰まってるのかなっていう形は、じゃあ教えますよね。あれ、爆発させてあれだけ壊すっていうために、準備はどのぐらいかかるもの？それはだから、
ダムのその下に降りていって、まあ、ダムの大きさ次第なんでしょうけど、ダムには先ほど言ったように中に空洞がありますから、そこに爆薬を何箇所か仕掛けてボンってやるだけですから、それはそんなに難しいものじゃない。そんなに難しいものではない。やるかやらないかが難しい。なるほどね。爆破するのは、それは、爆薬量を持っていけば大丈夫でしょうけど、本当にやるのかっていうことですよね。本当にやっちゃったっていうことですよね。まあ、考えられない方々ですよね。やった方々はですね。小江先生、いかがでしょうか。はい、ですね、これ本当どっちがやったのかっていうことは、これ、なかなか難しい理解になると思うんですが、まあ、今山下先生おっしゃったことも最もなことなんですがね、実はノルドストリームの爆破もですね、あれはアメリカがやったという説の方が濃厚なんですよね。で、そういうことを考えますとね、これロシアが果たしてこれやって本当得することあるのかなと。でまあ、ウクライナがやったって得することはないということもあるんですが、どうなんでしょうね。なんか私はこれそんなにきちっとした根拠に基づいて申し上げるわけではないんですが、印象としてですね、なんかウクライナの特殊作戦でこういうことやったのではないのかなという、そういうような気がしてるんですね。ダムの防衛っていうのは非常に重要で、多分ロシア軍がここを押さえてますから、厳重な警戒してるので、はい、ウクライナ軍の特殊部隊がここに入るのはほぼ不可能だと思いますね。それよりは、長距離ミサイルで破壊すると思いますよ。ウクライナがやろうとすれば。なぜかって言ったら、はい、ダムの中側に入っていかないといけないんで。で、あれは厳重なロシア軍の監視下にあるので、ちょっと無理だと思いますね。ああ、なるほど。軍事的に言えばもう、そういう。非常に困難な作戦ですね。で、じゃあアメリカがやれるかって言ったら、それは不可能ですね。アメリカはできないです。アメリカ軍が中に入れないので、やるとしたらウクライナ軍の特殊部隊にアメリカ兵が一緒についていってるからですよね。全く土地勘の中に入るっていうのは、どんな特殊でもできませんので。やれるとしたら、もしアメリカかイギリスがやったとしたら、ウクライナとの共同作戦です。ただし、私がロシア軍の守備指揮官だったら、絶対に入れない防御体制とセンサーを引いてますので、不可能だと思いますね。ありがとうございます。はい。まあ、これはまた、いろんな情報がこれから入ってくるんだろうと思います。それでは13、14行きましょうか。はい、これはもう本当に、納得いかない話ですけど、どうぞお願いします。はい、次参ります。レーダー照射問題、うやむやのまま連携強化。自衛隊は何もなかったかのように訓練できるのか。まず一つ目です。レーダー照射、韓国側否定のまま、類似事犯防止で一致。日刊、産経新聞6月4日の記事です。浜田靖一防衛相は4日、訪問先のシンガポールで韓国のリ・ジョンソプ国防相と会談した。両氏は韓国海軍艦による海上自衛隊の哨戒機への火器管制レーダー照射問題に関し、類似事案の再発防止に向けた協議を加速する方針で一致した。照射を否定する韓国側の立場は変わらないままだが、北朝鮮がミサイル発射を繰り返す中、日本は事実関係の追及よりも防衛協力を優先することを決断した。はい、もう一つご紹介いたします。照射問題先送り、また韓国を甘やかすのか、産経新聞6月5日の記事です。こちらですが、自衛隊と韓国軍の協力が信頼という最も肝心な要素を欠いたまま進められようとしている。浜田靖一防衛省がシンガポールで韓国の国防省と会談し、北朝鮮やインド太平洋地域をめぐって防衛協力を推進することで一致した。これ僕ら国民でも納得がいかないのに、自衛隊の現場の皆さんはもっと納得いかないでしょう。その辺はちょっと怒りも含めてちょっとコメントいただけませんか。昨日ですかね、今日の新聞に載ってましたけど、海幕長が、まあ、このレーダー照射事案っていうのは、まあ、先置いといて、まあ、未来に向かって今緊々の
何ですか、北朝鮮、中国に対するので日韓協力がという話をしてましたけども、はい、まあ、腹の中は煮えぐり返ってるんだと思いますよ。口では言うものも、いや、それはやっぱり言わされてる感が、まあ、言わなきゃしょうがないっていう。やっぱり自衛官は政治的な発言ができないし、まあ、上からの指示です、ね、シビリアンコントロールですから、うん、もう政治が決めたことには従わないといけないんですけど、じゃあ腹の中はどう思ってるかって言ったら、はい、ゴーラーはもう煮えぐり返ってるんだ。もう休み時間だと思って喋ってください。いや、もう相当頭に来てますよ。あ、この前山岡先生が MC やられた時に我々は何を言ってたかっていうと、政治家サイドとしてはこういう形で、まあ、落としをつけて、当面の北朝鮮の弾道ミサイルですか、それから中国の軍拡に対して日米韓でやっていこうという姿勢でまとめるよねって言っただけであって、それがいいとは言ってないわけでですね。まあ、そうですね。これはですね、実はこのままにしといても僕いいのかなと思ったのは、従軍慰安婦と徴用工みたいに断るごとに揺するかっていう、お前まだ謝ってないよねと、あるいは解決してないぞって、とりあえずは今黙ってるだけだと、で向こう側がまた徴用工とかなんか言い始めたら分かったと、こっちはまだレーダー照射線はお前撃ったけど何も言ってないなって、これ言えるのかもしれないですよね。それだけ政治家の皆さんが腹に思ってやっていただけるんだったらいいですけども、もう彼らは政権が交代するために変わりますからね。だから、まあ、まあちょっと韓国の多くの国民の皆さんではなくて、韓国政府あるいは一部の野党の皆さんたちが政権を取った時にまた変わるので、どうも信用できないと。だから多分自衛隊陸海空、私も現役の時に相当やられてますから、南スーダンで小銃弾貸してもありがとうも言わないっていうね。それからなんか独島は我が祖国みたいなギフトもらったりですね。だから信用はできないんですよ。だから相当隊員たちは我慢をして従ってるんだと思いますよね。小林先生いかがでしょう。もうこれ最悪ですね。はっきり言って軍人にとってですね、一番大切なことは立派な政治的な指導者がいることですよ。それがなければ軍人はね、なかなか思う存分力発揮できないですよね。で、まさにその全く真逆と言いますかね、最低のその政治的判断のもとで、シビリアンコントロールで従わざるを得ない状況には追い込まれていると言っても過言ではないと思いますよ。これ現場はですね、やっぱり当然不安、不満、不信感、当然これあるわけで、それは階級のその上下関係なくですね、これは大きな問題としてですから、これ逆にこれ広がっていくと思います。ですから日韓両軍の連携などというものはですね、本当に絵空事としかならないのではないかというのが私の見方です。ありがとうございます。さっきちょっと話題に出た骨太の中にですね、韓国のことがどう書いてあるかというと、一箇所だけ出てきます。これは自由で開かれたインド太平洋の実現に向け、日米同盟を基軸に米豪印や韓国をはじめ各国地域との協力連携を進めると。日米韓とないんですよね、まあ、多少のちょっと抵抗をどっかの誰かがここに落とし込んだのかなっていう、そういう感じはしますけれども、まあこれは本当ね、現場の皆さんの心の内をね、きっちりと政治の側がもうとにかく肝に銘じて、ちょっとこのままではいかんということを知ってもらいたいですね。これ結局ね、はい、民主党、アメリカの民主党政権の、その下僕みたいになってるんですよ、岸田政権が。だからオバマ政権の時と同じですよ。2015年のアミテージレポート、ジョセフ・ナエと一緒に書いたものが2015年に出ましたけど、あの時の内容なんてもっとひどくてですね、歴史認識問題で日本は韓国に従うべきだなぐらいのことまで書いてあったわけで、それでイ・ミョンバクがですね、竹島上陸とかしちゃったわけですよね。で、当時出たのが、そのアミテージレポートの、直近の、その前のものだったわけです。ですから、あれがもう、オバマ政権の姿勢であってね、それはバイデン、
同じ人間ですから作ってるのはね、サリバンとかね、もうどうしようもないわけですよ。それで日韓がその連携しているってことがアメリカの民主党政権の一つの戦略の大前提になってるわけでね。で、アジアへの理解が全く足らないと私は思います。これは、まあ、どうぞ。日米間のその、まあ、軍事的なあの連携を強めるというと、このデータのですね、連接につながっていくかですね、具体的には、レーダーのですね、はい、まあ、韓国軍が捉えたレーダーと日本側が捉えるレーダーっていうのは、発射地点に近い韓国側と、弾着地点に近い日本側のレーダーが捉えたのを、両国がこう見れないと。両方全部見れてるのは、米側が見れるんですけども、それだと韓国の対応、あるいは日本の対応が、米側が言わないと対応できないので、遅れてしまうと。だからもう一つの事例としては、それを連結してしまえと。こうなってくるとですね、はい、日本のレーダー技術が韓国側に漏れる可能性があるんですよね。そうなんですよ。はい。だからそういう観点から、まだ他にもあるんですけど、なかなかこういう場では言えませんけども、非常に危ないところが出てきます。で、実際は、オーストラリア軍とか、まあ、イギリス軍、それから、まあ、アメリカ当然ですけども、そういうところだとある程度信頼はできるんですけども、はい、じゃあ、このような歴史的な、ね、反日をやられるような国に、全幅の信頼が置けるかですよね。うん、いくらアメリカが言っても。はい、山下先生ね、あれですよね、韓国の軍拡は、この数年、凄まじかったわけで、特に、ムンジェインの時は、格段にやったわけですが、一体何のためにやってんのかって考えると、どう考えてもね、私から見てもね、これ対日戦略としか思えないんですよね。北朝鮮や対中じゃないんですよ。それで原子力潜水艦だ、空母だって言ってるわけですからね。ムンジェイン政権の時は本当にね、航空母艦を作ると。日本が、まあ、ヘリ搭載護衛艦を回収したら、直ちに、軽空母を作るとか言ってみたりですね。はい。あるいは原子力潜水艦がいるって、それいらないでしょ、と。太陽国家でもないの、海洋国家でもないのにですね。だからやはりそういうのを見てると、対日、いわゆる日本を仮想敵国にしてるしか思えないし、はい、ポロッと喋ってますよね、時々。そうなんじゃ。についてはですね。だからまあそういう面だと、今の政権だと少し変わりましたけど、ただし政権が変わったらまた戻る可能性がありますからね。ええ、今のね、政権でも多少変わりつつあるかなっていう、まあ希望もあったけども、ああ、やっぱりダメだったっていうがっかり感の方がやっぱり多くって、やっぱりデータの共有っていうのはね、まあ自衛官の皆さん、現場のことのみならず、国家全体のね、安全保障に死活問題、命に関わることですんでね。やっぱり政治がそれを放置しちゃいけないなと、つくづく。例えばね、レーダー照射問題でね、向こうが韓国の海軍がきちっと謝罪して責任者を処罰するとかね、そういうことがあったんだったらまだ分かりますよ。はい、それがない。認めてないわけで、謝罪が認めてないから謝罪もないっていうね、状態に来てしまっていますんで。はい。はい、それではちょっと、時間きちきちですが、15、16、はい、いきましょうか、はい。国防7項に関する閣議決定ということで2つご紹介いたします。中国軍とつながり深い国防7項から日本留学、東工大などに39人、技術流出の恐れも、読売新聞6月2日の記事です。中国軍の兵器開発とつながりが深いとされる中国の大学国防7校のうち6校から計39人が2020年度の時点で日本の大学に留学していたことが分かった。政府が2日に閣議決定した答弁書で明らかにした。軍事転用可能な機微技術の海外流出をめぐっては、昨年5月に対策が強化されたが、留学生の規制は難しいままとなっている。それに対しまして山下先生の6月3日のツイートです。国会で議論していただきたい。学術会議は問題視しないのかです。これは、はい、いわゆる軍事技術は研究しないとかですね、例えば自衛官を、入学させないとか、そういうことを言ってる割には、中国の準軍事学校の人間を留学させて、そして研究させて技術を向こう側に渡して、何も言わないのかっていうことですよね。だから学術会議の議論があるんだったら、この日本の安全保障の関
点でですね、技術の流出とか、そういうのもしっかり議論していただいて、学術会議に韓国のレーダー照射事案じゃないですけども、もう白黒言ってくれと、どっちが重要なんだと。日本の防衛のためが重要なのか、中国の利することが重要なのか、しっかり学術会議にコメントもらいたいですよね。そういう意味で挙げました。私が国会で国防7項を初めて質疑をしたんですけど、はい、当時ですね、この数じゃなかったです。130何人以上が大学間交流協定で行き来をしておりましたね。でこれはオープンデータで文部科学省が出していたんですね。ただそれをどこの国からどこの大学から日本のどこの大学にっていう、その整理がされていなかったのを、まあ、視聴者の皆さん ご存知の平井浩二さんがですね、3日か4日ぐらい徹夜してオープンデータをやって、長尾さんこんな感じなんだろうけれどもって出てきた数字が52校だったんです、うん、で人数が分かんなかった、でこれを文科省に突きつけましたところ、当時ですね52校だったけれども、内訳は文科省からちょっと出さないでくれと言われて未だに守ってるんですけど、合計で毎年130人以上が大学間交流協定でやっていたと。まあ、先ほどの数字は2020年なんで、ただ国防7項なんかちょっと数字的には少ないような感じがするんですけどもね。小池先生、ちょっと一言だけ最後にいただけますか。はい、もうね、これももう言語道断というかね、もうありえないことですよ本当に。まあ経済安保を含めてですね、こういった問題に、日本人はねもっと真面目にね向かうべきですね本当に。はい、ありがとうございます。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。